プロポタ TV へようこそ。今回は前回に引き続き日本三大清流の一つ高知県の四万十川をブロンプトンと一緒にポタリングしていきます。国鉄の大正駅ですね。木造のなんかいい感じの、本当だ、ガッタンゴットン四万十時間。多分映画館行けるかもしれない今日、うん、途中でこれだけ大したことない、行こうか。ひなさんがかどうか、そこの手前の橋、鉄道の橋じゃないんですね。普通だ、渡りの橋か。車が。一瞬鉄道の橋かと思った。鉄道これ。でもなんか鉄道っぽいですよね。なんかいい雰囲気の橋です。あれ、全面通行止め。あ、こっちは行けるのか。わー、いい感じの橋。また木蓮が綺麗に咲いてる。いい感じの道ですね。
どうもありがとうございました。新川橋の場所教えてくれた。そっちなん？あ、そっち下るん？ちゃう？おお？そっちにあんの？すごい、沈下橋らしい沈下橋ですね。ほんまよ、タマさんここでコーヒー入れてくれてよかったのにな。いやすごいな、こう風が全然ないね、泣いてるから川の流れも綺麗に見える。これ意識リスト最高だな。どんだけ意識したいんだけど。ここでも沈下橋流れたんやろな、この足場のところ、ね、色ちゃうもんな。あそこめっちゃよけ魚おるで。うん、ほんまやな。さあ、潜水魚で撮影時間でございます。石切り、あ、マーフィーに、マーフィーに石投げた、かわいそうじゃないですか。マーフィーが変わらず寝てる。いい感じ。まあ、シマントらしい。ねえ、ほんとシマントらしい、いい雰囲気でございます。シマントらしいやろ。ね、みんなだから四万と味わう前にみんなやめてきます。道の駅で。鉄道、JR だと思うよ。バレバレだ、見てろ。宗さん発見。署名をしとるのが桜のかよ、わからんかったけど。とりあえず、撮影やめーす。あ、いや、逆に回してしまった。ええと思うのかな。いいと思う。ね、いいですね。ほんまにあの、最初行ってた、最初の方でやったら、うん、ですね。そっか、土佐大正までは汽車で来て、そっから行けばいいのか。出るんかな。ここもまたすごい沈下橋らしい沈下橋。なそれ何の歌ですか。いや、桜の木の下の下。村さん今作りましたね。またなんか変になってしまった。また反転した。しかも毎回は覚えてないし、もう
ですちょうど桜の咲き始めの季節ですね。ほんで今度また左へ行く、なんか橋かなんかがあったら左へ走れる。わかりました。潜水橋、潜水橋っていうか、また脇道に入れる。飯吹くのよ。めっちゃ高いというか、そうですね、カメラ落とさんとこ。おお。ちょっとな。あれ、皆さんおもろいじゃん。濁りがすると、うわーでいったら。おもろい濁りがするよな。なんかどっか上にこっちに来るじゃん。なんかキャンプのロッジがありますね。菜の花畑に鉄橋が見えます。いい景色ですね。お、あの鉄道の下にチンカワシがありますね。めっちゃええですね。夕日の沈む吉野川、間違えた、四万十川。そう、そこ。あそこ、どうしたの。いや、なんか、真珠がパッといらんねんけど、行こうか、針金とか。一回見せてって言うんだよ。どう駆け目で、こうてって言うんだよ。どうぞ。なんか、面白いかも。なんか使えるかも。ハゲ駅で乗るわ。ハゲ到着。ハゲ駅に到着。あと何分？あと30分。もうないぐらいや。行こうか、どうしようか。これ登るだけでもなんか全然いいっすよ。あれやったら運びますよ。全然大丈夫。それじゃあ、すごいとこに駅ありますね。さあ、到着しました。ハゲ駅でございます。ほんま、次も江川崎やな。江川崎、で、あくまで来て、はいはいはい、最初まで来て、あ、そうですね、乗って帰ればいいよ。なるほどね。あ、ちょっと遅めのやつですね。そう、はいはい、ほんならゆっくり行けるやんか。なるほどね。あ、これか。あ、ちゃう、これか。わあ、でも1日4本やったら大変ですね。10時40分、あ、これ、あ、これか。あ、これは、あ、そう、久保川方面ですね。行くから、はいはい。いや、これやな。おー。これに乗ってきて、なるほどね。で、帰り、これで帰ったね。なるほど、なるほど。そんなん A ツアーになるね。そうですね。でも、これ、来て正解やと思うわ。ちょっとね、フルコースはね、あんまり普段乗れへんからきついですもんね。いや、多分ね、話が来るんちゃうかな。駅のホームにこれ何かと思ってたら、ハゲ駅で撮影用の小物が置いてあります。
まあ、こうやってね、いろいろと失敗を重ねながら現場でコースを作っていこうという感じですね。これで、な、江川崎まで行ったらちょうどいいぐらいな。そうですね、夏やったらまだ明るいからな、十分行けるよな。ね、でも、料理あるよ。ね、さあ江川崎まで行ったマーフィーが乗っている汽車がやっとやってきました。さあマーフィーはちゃんと乗れてるでしょうか。乗れてないと困りますけどね。さあマーフィー発見。あれ今日自転車だったんですか。あ、ブロンプトンですね。へぇ、一緒ですね。クボカーがですね、無事に合流。あれあれ、みんな、あ、車とあれ、あ、そういうことか。へぇ、あ、そういうことね。車が混んでるみたいな。車が混んでる。朝も、朝も、そう、朝混んでる。合流です。バス、できるバスでかいか。日本にはまだまだ魅力的な場所がたくさんあります。これからもブロンプトンでのポタリングツアーを通じてその魅力をお伝えしていきますので、チャンネル登録、いいねボタンをいただけましたら励みになります。自分もツアーに参加してみたいという方は概要欄にあるリンクをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。